令和元年12月2日、2020ミス熊本の栄冠に輝いた阿蘇市の大学生が、佐藤阿蘇市長を表敬訪問して、ミス熊本になったことを報告しました。市長を表敬訪問したのは、阿蘇市内の牧の大学生、古田とわさんで、古田さんは先月熊本市で開催された2020ミス熊本選考会でウィナーとなり、ミス熊本に選ばれたものです。古田さんは佐藤市長に、皆さんの応援のおかげで選ばれましたとお礼を述べ、これに対して佐藤市長は、阿蘇市にとって名誉なことと喜んでいました。古田とわさんは現在大学2年生で2020ミス熊本に応募。応募者の中から9人のファイナリストの1人となり、11月27日、熊本市の熊本新都心プラザで開催された選考会で、栄えあるミス熊本に選ばれました。古田さんは、熊本や阿蘇のことなどを勉強したい。将来はキャスターになって、県内各地を回るレポーターになりたいと抱負を語っていました。呼ばれると思ってなかったので、だから正直、今でもなんか、うんって、なんか、本当になったのかなっていう、なんかそのちょっと驚きと嬉しさもあるんですけど、やっぱりこれからがどうなるのかなっていう、まあちょっとワクワクと不安と、なんかいろんなものが混じって、今でもまだあまり実感できてないなっていうところが正直なところ。